とか、マジで今日で1700いくな、これ。意外とやっぱこのガモスとマンダのコンビがなかなか使えるという。バリラさん、はい、よろしくお願いします。ああ、なるほど。相手 S 下げ補正でマリル抜いてた。いやー、でもそれはさすがに、S 下げ補正でも、マリルが抜くってことはない。自分で言って自分で笑うのは寒気がすらすいませんでした。うまく見えるけど変なやつに当たりまくってたけど、レート総合だな、だけやろ、お前。まだ1670ですし。ライコー最近というか普通に平均的に季節通して多いと思う。ライコー使うやつは満点して強いからな。脳縛りで思考停止で壁張れるから。いや、ゲコが使いたいけど、ちょっともうちょっと考える。変になんかパーティーバー変えてもあんま良くないし、考えていこうかなと思ってます、その辺は。考えていく。さてさて、何を選ぼうかな。相手の戦法はね、ちょっと読めたんだけど、難しいな。こう。ちょっと、てか相手のパーティーキャプるわ。これキャプらないと心配。いや、クレセはやっぱ入れたくなるよ。どんなパーティーにも。で、こうかな。いや、まあランドロスやろうけど、いや、ちょっと、決め打ちすんの間に合ったから、まあ一応、ランドロス対策は万全でいってる。ノクタス作り直してない、結局まだ。ライコーか、ライコーか。まあ、どうせ壁張ってくんのやろ？と言いつつ、身代わりなら身代わりでいいけど、あー、身代わりか。身代わっていくと。これ半分削れないよな。全然効かんよ。どうせ、あれ、HS ブルやろ。で、瞑想積んでいって、みたいな。で、変える。変えてくるはず。出てくんのが、ランドロス。ここで冷凍ビーム読めない、打てないのかな、ちょっと弱いよな。いや、交換してこないのも、あり得るかなと思ってんけど、まあ、でも相手の手持ちの冬持ちの多さ考えたら、なかったわ。俺コンデンサーマイクやで、俺。デッドリーウェーブでよかったよな。むずい。二度クイーン捨てるか。いや、でも捨てたら何もできないし、あかん、捨てた、あかん、捨てた、あかん。いや、キャブってるけど、いや、キャブってるの映してないだけだよ。
テルスロック？もう、なんやねん、もう。結構なんかご利用してくんな、こいつ。ああ、なんか次の地震微妙や。ラムとか普通持たせないよ、なんかあのスに。頼む、耐えてくれ。耐えてくれ、頼む。あー、死ね。なんで瞑想かって、わからん。いや、これはでも、これが刺さるはずや。あー、やばい。ああ！これのも救助やろ、多分。ほら、絶対救助やって、今の。大爆発一発で死ぬわけないやん、もう。ありえん、このゲーム。道連れ、うわ。ゲンガーに攻撃技がなくて、攻撃技のないゲンガーなんてないか、でも。ないんじゃない？これ、でも、ここに道連れってことは。でとりあえず、まあ、レートビームで撃っといて、で、あとはもうひたすら、逆にこれ相手を釘付けしてるんじゃない？あー、やられた。はぁ、多分なんかないっぽいけどな、攻撃技。まあまあ、急所で負けましたね。俺の実力で負けたんじゃない、急所で負けた。急所があったから相手は勝てた。実力じゃ普通に九州なかったら勝つやろ。だから実質俺の3連勝やろ。なんか爆発とか道連れとかさ、なんかその、死なばもろともみたいな、ポケモンへの愛情を感じられないよな。ちょっと待って、なんか携帯の充電が切れてるから、充電しよう。1583？ ゲンガーばっかりやでか、ほんま。爆音が増えてるってっていう実感はあんまないな。バックホングって増えてんの？まあ、レパートリーは本当に二度夫婦をねえ脅かすぐらいのものあるけど、よいしょ、ちょっと、あ、出た。バックホングと使用率1位、高すぎやろ。さてと、どう料理しようかな。
4回に1回、え、そんなにいる？どういう方が多いの？え、バックアンプ、え、10万ボルト覚えるやろ？特殊か、やっぱり。あ、覚えへんのか。でも電撃波は覚えるよな。なるほど、爆音波、吹雪、大文字、あと何かみたいな。確かなんか種族地調整で C 上がったんやったっけ、爆音波、爆音具って。待ってくれ！時間がない！あー！ポケモン対戦ってすぐ切断されるイメージがあるんだけど、今はね、切断した方が負けの扱いになるから、出てきたバコング。ちょっとでも怖いなぁ。岩技持ってそうやなぁ、両刀で。まあ、ないと呼んで。あ、バコンパか。メガネか、この火力。素でこんだけでも一回だって防御してるし、いやだって何を言うてもこいつ特防クソ高いぞ。いやちょっとこれはダメ、これはギガドレインやろ。で半分削っ、あ、半分も削れない。いや今のところ舞うのはちょっと ないんじゃない。耐えてくれ。あーでもそうか、今んとこ待って、で、こうか。ちなみにこいつに対してさだめき打ったら無効化されるから、気をつけなあかん。あーそう考えたらそうやな。もう一回待ってもよかったな。あ、肝っ玉か。あ、ボーボーなんてない、今はないか、ほんなに。なんかでも起点にされそう。あ、そうでもないか。で、ここで威嚇を入れていく。ね、ここは威嚇1威嚇入れた氷の牙は絶対耐える。確実に耐える。氷の牙むしろ電磁矢とかで来られる方が嫌。うん、まあ耐えるやろ。はあ
終わるか。だから全部勝ってるもんだって。内容的に俺が負ける要素一切ないのに、もう結局だって運で終わんのやろ。じゃあもうじゃんけんでいいやん。別にわざわざこんなさ、対戦しなくてもよくない？勝敗決めんのに。もう普通に、な、もうじゃんけんでいいやん、こんなんやったら。真面目にやる意味ある？これ。真面目に戦う意味ある？こんなの。